皆さん、こんにちは。話題サイ TV です、えー。動画をご覧いただいてありがとうございます、えー。核兵器、ますます核の危機がね、今迫ってきていると。まあ、実際、プーチン以前もね、ウクライナの紛争の,の時に核を落とせと。こんなこと言ってるんですよね。戦術核なら使う可能性があるということを最近よく言われてますね。えー、戦術核は小型核で、 えー、爆発の威力はあの、大型の爆弾ぐらいなんですよね。それよりちょっと大きいぐらいですかね。まあ、これだったら使うハードルも低いだろうというふうに、まあ、見られているわけなんですね。えー、人口、人のいないところへまず落とすということなんですけれども、日本では、この核を持つべきか持たざるべきか、やっと最近少しそういった議論がね、できるようなあの風潮が出てきましたね、えー。今回のことでよくわかりましたね。 核兵器を持っている国は絶対攻撃されないと。自分たちの国はね、あれほど悪くなことをやってですよ。自分たちから侵略戦争を仕掛けておいてえ、自分たちの国土を攻めてきたら核を落とすと。こういう脅しですよね、プーチンは。つまり、核を持っている国に対して、あの、アメリカでさえやはり攻撃はしないということなんですよね。で、この核、 以前、キューバー危機の時にもね、まあ、ロシアの嘘によって、このキューバー危機が起きたわけなんですけども、あの時はもうケネディですね、ジョン・エフ・ケネディ彼は直接乗り込んでいってるわけなんですが、えー、ケネディはこの時にね、世界の数千万人が命を失うと、この覚悟をね、決めたと言われています、あの時に。要するにもう、核戦争が起きると。 いうことだったんですね。で、これはギリギリで回避されたということですね。えー、そこへ行くと日本の危機意識はもう全くひどいものでね、えー、日本で何言われてるかといえば選手防衛だのね、えー、敵地攻撃がどうのこうのだうと、まあ、およそどっかのあの、四流国家五流国家というか、まあ、国家の手がなしてないですね。選手防衛なんていうのはあの、今のウクロイナがやってる戦い方が選手防衛で、えー、自分の国土内で戦うということですね。あんなことやってたらもう国土ああいう,うになっちゃうと。 いうことですね。しかも、戦士防衛というのは、えー、武器弾薬にも制限がかかってきますので、えー、勝てる戦いも勝てなくなるも負けちゃうわけですね。その間にはのアメリカがあの来てくれるのを待つという体制なんですけれども、こんなことでいいはずはないですね。戦士防衛なんてドイツではね、もう30年前にこれ捨て去ってるんですよ。こんな馬鹿げたね、非現実的なものはないと。もうままごた遊びだということですよね。 ところが、ね、この国の議員はいまだにね、戦死防衛ということ国会の中でよく言ってますけど、あの言葉自体に酔いしれているようなね、ああいう幼稚さではもう本当に国は任せておけないですよね、え敵地攻撃がどうのこうなんて、なんてバカなこと言っているんだろうとあの、まあ、まともな国の言う言葉じゃないと思いますよあの、敵地攻撃をしていいかどうかなんて、そんなものはもう初めからねあの、あるに決まってんじゃないですかね、そんな権利はどこにだってあるんですよ。 安倍さんになってやっと集団的自衛権まで行きましたけれども、まだ、ま、あの、憲法のね、制約といったものはありますよね。え、これだけよちよち歩きの国、この周辺見てみると、本当に危険な国ばっかりなんですよ、日本は。えー、おまけに国内で、あの、まあ、あの、核をなくせという運動自体は、あの、いいですよ。これはやっていくべきなんですけれども、えー、これあの、日本の国内にいてね、日本政府にどうのこうの言うのはもう他度違いですよね。えー、それやってやるんだったら、 えー、実際に現実に脅威となっているロシアであるとか中国であるとか北朝鮮日本の脅威ですねこういう国へ行ってやってきたらどうなんでしょうかねだってそこでもう一つ日本は比較三原規則といったのがありますね、えー、こんなあのあ,ありえないような原則ですね比較三原則、えー、作らず持たず持ち込ませず、えー、米軍がねあの原子力潜水艦空母をいろいろ来るときにね えどこであの核を置いてくるんですかあの海中にでも浮かべてくるんですかね <laughs> こんなもう馬鹿げたこと言ってますよね。あのまあ、日本には核がは事実に入っているということですね。それから一番大事なことは、えー、日本はね、世界で唯一核の被害を受けた国だと。だから日本は核をね、えもあの作ることなく平和に徹していくんだとえ。こういうふうな言い分はもっともらしいんですけども、 これはもう全く正反対なんですね、実は、えー。日本こそがね、核の唯一の被爆国だと。これだけの被害が出た。だから我々は核を所有して、二度と核が撃たれないように国,人と国民と国土を守るその義務と権利があると。我々こそが唯一そういう権利があるんだと。そういう声がね、今いくつかやっぱりあの出てきているんですね。 私はまあ個人的にです、ね、この核の議論も当然これ必要ですし、日本はあのそれだけの、ね、国民と国土を守るためには、やっぱりこの武装を考えていくべきであるとは思いますけども、それと同時にです、ね、この核兵器無力化の研究をです、ね、国を挙げてまあ進めてもらいたいと思うんですね。 この核兵器無力化については、研究をね、していけば、それなりのことは、あの、できると思います。例えば、あの、バリア構想なんかもね、アメリカでも、あの、だいぶ研究されてますけども、このバリア構想、実はね、あの、理論上はね、プラズマを使ったバリアで、その防御は可能ではあるんですね。ただ、施設的には、あの、もう相当も巨大な施設がいると、え、いうことで、 実現のハードルといったものは、現時点ではこれ、むちゃくちゃ高いと。あの、大きささえクリアすればあるんですけどね。えしかし、日本、物事の小さくするの得意でしょ、えー、こういう、レールガンもね、アメリカが諦めたの、日本の技術的なあのアーク放電をね、えー、簡単にこれはクリアして、実現に向けて動いてるぐらいですので、えー、日本のまあお家芸であろうかと思うんですよ。物事を小さくしていくと。 え小さくして性能を良くしていくということですね。この他にもですね、バリア的な発想で、えー、そこの地域を、まあ、通った時にだけ火薬がまあ燃焼されてしまうとか、まあそういったこととか他にもいろいろありますね。あの、まあ、レーザー、レーザー兵器はね、なかなか現状では難しいですけど、しかし、えー、日本はの世界最高のレーザー出力できる技術がありますんでね、これでもまだ全然ダメですけども、 レーザー兵器があればね、あの、まあ、相手の攻撃を探知した時点で、レーザーであれば光の速度で飛んでいくわけですからね、えー、どんな兵器よりも早く、まあ、はるかに早く、目、え、標、ー、物に到達できる上に、捕捉した瞬間に相手を破壊できるという、まあ、そういったものがあの、まあ、レーザー兵器ですね。さあ、皆さん、今現状で最もね、こういった中で、まあ、あの、核無力化の研究はこれからになりますけれども、えー、核について皆さんは、 どのように今お考えになっているんでしょうか皆さんはどのように思いましたかぜひコメントをお寄せください。よろしければ高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。